だから一目消して、はい、はい、はい、今日まずは、今日回ってみたら、お聞かせください。はい、まあ、改めて、今日は、民主大臣立場で、知事指導にさせていただきました。まあ、やっぱり日本一の市場ですから、活気もありますし、大変にも多いということを感じましたが、ただまあ、今言われている通り、なかなか共愛か、あるいはもう、どうでしょう、70年、80年経っている建物ですから、老朽化しているということは事実ですから、まあ、何らかの改善をしていかなきゃいけないということは確かに。ということは、その改善をすれば、まだまだ使えるというようなことですか。まあ、いろんな選択肢があると思うんです。だから今日、本当は賛成派の人、この移転にね、反対派の人、みんな来たいって言ったんですけど、まあ、今日は白紙の状態で見てみたいということで、ました。だから、改善で済むのか、あるいはその場所で、いろいろ建て替えを進めた方がいいのか、今東京都が言っているような豊洲へのイメージがないのか、まあ、そういうことを、それこそ客観的に、あるいはいろんな関係者の人の意見も聞く中で、最終的には判断をしていきたい。ただ一つだけはっきりしていることは、安全が確認できなければ、これは前の筑波大臣もそうですし、また私自身が納得できなければ、絶対サインが通せるんです。ですから、豊洲問題についてはそんなところはまずはっきりしないとダメですよ、ということは今日も思っていると思います。3回以上です。皆さんお願いします。はい、静からですね、都知事から、日本の技術があれば、豊洲のこの汚染土壌は解決できるんだというふうな、コメントされてるんですけれども、これについてはこちらもどうですか。まあ、だから、ただ知事自身も、じゃあ反対に言えば、数万倍の数値なんていうのは、とんでもない数値で、とてもそんなところには移転できませんよねということも一方で言ってるわけですね。だから土壌改良をやって、本当にその結果どうなるのかね、今、まだやってないわけですから、やったら多分いいだろうということで、具体的にじゃあこの部分は盛り付けする、ここは途中に土の入れ替えをする、ここはコンクリートで障壁するとか、まあ、いろいろあるのが出てますから、まあ、それはしっかりそれを聞きながら判断をしていくということになってますね。大体結論を出すのはいつぐらいだと。まあ、これは一回副大臣の皆さんや政府家の皆さんとも相談しますが、どっちにしても、まあ、2015年の移転ということの一つの、まあ、時期が言われているわけですから、そういつまでもというわけにはいかないです。しかし最低限やっぱり関係者の皆さんの意見も聞かないで決めちゃうとは気持ちませんので、これはもう賛成派、反対派とは広く公平に、また率直に皆さんの意見は聞きたい。だから最終的な判断は私どもが立っていきたいと思います。すみません、今日都の方から土壌対策についても土壌汚染対策についても説明があったかと思うんですけれども、それを聞かれていかがですか。まあ今申し上げているだから、ここは何メートルの部分盛り土を作ったとか、その下は全部土地入れ替えるだとか、まあ、いろんな話がありましたから、ただ、まあ、引き続いてね、かなり広域にわたって今の豊洲が汚染がされていると、また、シアン、ベンゼンだけかと思ったら、鉛、他のものもどんどん出てきてるって話ですから、その数字をきちんともう一回出しなさいということを今日お願いしておきました。今の時点ではまだ納得はできてない、サインはできないということですね。まあ、もちろん今の時点でできるわけがありません。ですからそれは今の現状はどうなのか、そしてそれを改善したり、まあ、改善すると言ってますが、その結果どうなるのか、そういうのを見ながら最終的に結論を出すということだと思いますね。もう一回検査をしてくださいというじゃあ通常言われている表で出るベンゼン、シアンのガリバンがまた鉛や他の生物の数字も出てますから、そういうことも含めてもう一度改めて検査し直して、その数字をもっともっとちゃんと出したいということをお願いします。あ、大臣、はい、一部の民主党の議員さんの中には、市場法を改正しようという動きをしている方がいると思うんですけど、どういうふうにお考えですかね。
た改正して何をしようって。あれじゃ、あの土壌戦地に市場を作れないという項目を入れてほしいと。土壌何？土壌汚染が、まあ、法のに絡める区域にかかってるところに市場を作れないようにしようと。今でもそうじゃない。今の市場を見てもらえば分かりますが、そこにはそういう安全なところしか作っちゃいけませんと。そういうことで認可したらいけませんって書いてありますから、別にそれはそういう意味で変えるんだったら、あまり意味ないね。じゃあ土台法の指定区域に市場を作るっていうのは大臣としては納得できない。土台法の指定区域に市場を作るっていうことは大臣としては納得できないと。まあ、できないっていうか、それはまあ、問題は、土地改良した後で、本当にそれが全く安全であればいいわけですし、ただ本当にそうなのかどうか、それはまだやってみないと分かりませんから、あるいは、どういう計画なのか、詳しく精査もしてみないと分かんないじゃないですか。だから、あんまり最初からかつのところに、なんか公害が出たから、出たところはもうすべて、何十年経っても、どんな改良しても一切ダメだっていう、そんな協調的なことを言ったら、どこにも何も作れなくなっちゃうから、それはそれぞれ認めるという意味ではなくて、そこはもうあんまりこう断定的に考えないと、もう少しこう柔軟に、都民に少しでも害があればダメ、ね、わずかでも害があるので、害が一切ないと、絶対これは大丈夫だという確信を持てれば、それはまた別の結論になるでしょうし、ただ残念ながら、現時点では、そういう何万倍なんて数値が出ているのも事実ですから、それが本当にきちっとできるのかどうなのか、ね、その確証がない限りは、そして私や副大臣や政務官たちも含めて、こんなら大丈夫だなと。東京の関東の台所を扱う市場として、これらもう安心して、ここでやってもらっていいということにならなければ、関与はしませんよと、これだけはまあ、確認ですけども、要は検査をし直すんじゃなくて、数字を全部出せってことですか。出して、あるいはどういう方法でやっていくのかね、でまあ、今度は反対に、その方法で本当に大丈夫なのかどうなのか、それは検証しないといけませんから。ねそうでしょ。大臣、この築地の場所のですね、その利便性ですとか、その雰囲気とか文化的な側面を含めて、改めてそのここの市場の価値というのをですね、ご覧になってどうでしょうか。だから今日も話題に出たんですけど、例えば候補地が5つあったわけでしょ。晴海とか有明とか、そういうことがあったわけで、まあ、その中で、例えば晴海もいいんだけども、例えば狭いから、今と土地の大きさが変わらないから、とかね、まあ、それはとは隣のいろんな理由をつけて言ってるわけですけども、だから、まあ、あんまりこう、限定しないで、ね、どういうふうに行くのか行かないのか、反対反対みたいなことじゃなくて、もう少し頭柔軟にして、いろんなことも一回考えてみようと、政権も変わったことですから、ね、そういうことも考えて、まあ、見たらいいんじゃないかなと。まあ、非常に大事っていうのは、今日も外国のお客さんいっぱい来てました。一つの観光スポットにも今なりつつある。だからいくら広い土地があっていくら綺麗なとしても、偏僻なところではこれはもう中央市場としての役割果たしませんから、だからある程度やっぱり便利なことにしなきゃいけないので、まあ、いろんな条件があると思いますので、そういうこともしっかり考えながらやっていけばいいと思います。まあ、それは現実に市場の中に賛成派、反対派、両派いるというのも事実ですから、まあ、それぞれの立場、どちらに決定させるにしても、みんながやっぱり納得できるような、やっぱり丁寧さはね、持ってやった方がいいと思います。よろしいですか。はい、どうも。あ、だから、まあ、なるべく早く検査させていますが、まあ、しかし、もうこれまで20年間かけてこれやってきたんだから、この1ヶ月だから2ヶ月だから遅いにはならないと思うので、まあ、それは常識的に判断してください。はい、以上です。ごめんなさい。